トーマス・スタッフ,フォードはアメリカ空軍の中将、アメリカ合衆国の宇宙飛行士である。重症の頃に召喚として初めて宇宙を飛行した。ガツを訪れた24人の一人である。スタッフ,フォードは1930年9月17日にオクラホーマ州ウェザー・フォードに生まれた。元妻の兵士メーカーとの間に二人の娘、ディオーネ・ケイト、 カリン・エレーヌがいる。また、二人の孫、トーマス・スタッフ・フォード2世とアンドリュー・アレクセイ・ハリソンも、いる。後に、リンダ・アンディッシュマンと再婚し、二人の息子、マイケル・トーマスとスタンス・ラフ・パッドンを設けた。リンダには、前夫との間の二人の連れ子カシー・ニー・リングと、マーク・ヒルがおり、またスローン、リー、マークス、タラという四人の孫がいる。 趣味は狩り、スキューバ、釣り、水泳である。1952年に海軍兵学校を卒業して、少尉としてアメリカ空軍に従軍し、1953年9月にテキサス州の TSTG ウェイコ空港でパイロットの資格を取得した。彼は迎撃機の訓練を受け、サウスダコタ州ラピットシティにあるエルスウース空軍基地の 第54迎撃機部隊に配属された。1955年12月にドイツにあるハーン空軍基地の第496迎撃機部隊で F-86 のパイロットを務めた。彼は飛行訓練の教官となりテキストやマニュアルを執筆した。彼はパイロット S ハンドブック4パフォーマンスフライトテスティングと エアロダイナミックスハンドブックフォーパフォーマンスフライトテスティングの共著者である。スタッフォードは1962年9月に NASA の宇宙飛行士の候補に選ばれ、ジェミニ計画とアッポロ計画に参加した。スタッフォードは当初アラン・シェパードと共に初のジェミニの友人ミッションであるジェミニ3号に登場することが計画されていた。しかしシェパードが 内耳の病気のためフライトから外れると、スタッフホォードはこのミッションの交代要因に回された。1965年12月、彼は初めてのランデブーを行ったジェミニ6 a 号のパイロットを務め、ランデブーの理論や実用性の検証のための技術を開発した。1966年6月、チャールズ・バセットとエリオットシーの死去により、 友人サーナンと共に、ジェミニ QA 号の機長を務め、アポロ10号でも使われた初めての光学式ランデブー等を行った。1997年の STS-94 の打ち上げまで、彼は5ヶ月19日という宇宙飛行の間隔の最短記録を持っていた。1966年8月から1968年10月まで、スタッフ報ードは、 アポロ計画に向けたミッションの立案やソフトウェアの開発を率いた。スタッフ・フォードは最初の月面着陸以降のミッションを支援するグループのリーダーだった。彼は月軌道に入るためのサターンロケットの手動操作の理論を示した。また、スタッフ・フォードは NASA の宇宙飛行へのカラーテレビの導入にも手動的な役割を果たした。 アポロ1 0号には白黒テレビが積まれる計画だったが、スタッフ報道ードは税金を払っているアメリカ国民と彼らのミッションの美しさを共有することを決定した。ウェスティングハウスエレクトリックによるカラーテレビの開発が彼の関心を引き、1969年初頭にデモを見たことで彼は NASA にカラーテレビの採用を訴えた。NASA はカラーテレビが いかに宣言になるかを認め、以降のミッションでは、カラーテレビが標準となった。スタッフフォードは1969年5月のアポロ10号で、機長を務めた。このミッションでは、初めてのアポロ月着陸船の飛行、初めてのガツランデブー等が行われた。また、アポロ11号のために、未来の着陸地点の調査や評価が行われた。 アポロ1号は月からの帰還の際に24,791マイルパーアーの速度に達し、スタッフォードと同僚のジョン・ヤング、友人サーランは最高対地速度記録の保持者としてギネスワールドレコーズに掲載されている。スタッフォードは1969年6月からアポロ計画とスカイラブ計画の宇宙飛行士を選ぶ責任者となった。彼は 宇宙飛行士候補の訓練のレポートに目を通し、NASA の宇宙飛行士の調整やスケジュール、すべての活動のコントロールに責任を持った。1971年6月、スタッフォードは NASA の有人宇宙飛行センターで宇宙飛行士のプログラムの立案、実行、宇宙船の操作、乗組員の誘話、訓練等の責任者となった。また1971年、 彼は失敗した。ソユーズ11号の乗組員の質疑側付き添い人を務めた。彼の4度目の飛行では、1975年7月15日から24日まで、アポロソユーズテスト計画でアポロ側の機長を務めた。このミッションでは、史上初めてアメリカの宇宙飛行士とソビエト連邦の宇宙飛行士が宇宙空間で出会った。 スタッフフォードは海軍兵学校の同期の中で召喚としての一つ目、二つ目、三つ目の星をいずれも最初に獲得した。だった1975年に召喚として初めて宇宙飛行した。彼は6度のランデブーを行い、507時間を宇宙で過ごした。また、パイロットとしては120種類の異なる飛行機とヘリコプター。 三種類の宇宙船を操縦した。彼は1975年11月4日にアメリカ空軍飛行テストセンターの指揮官になり、1975年8月9日に少々に昇進した。1978年3月15日に中将に昇進し、1979年にジェームズ・ウェイチ・チ・ドゥ・リトル賞を受賞した。 1979年11月に空軍を引退した。1990年6月、アメリカ合衆国副大統領団クエールと次期な左長官で提督のリチャード・トゥルーリーがスタッフ・フォードに対しジョージ・ H.W. ブッシュが提唱する月と火星への往来ミッションに対して外部からアドバイスするチームの長に就任することを要請した。スタッフ・フォードは アメリカ国防総省、アメリカ合衆国エネルギー省、NASA 等からの40人の上勤と150人の非常勤からなるチームを率い、アメリカ合衆国の今後30年間の有人飛行計画の道筋を示したロードマップを作る、スタッフォード・アセンブルド・チームズと呼ばれる研究を行った。スタッフォードとクエールは1991年6月にホワイトハウスで、 共同記者会見を開き、これを公表した。彼はバージニア州アレクサンドリアに技術コンサルタント会社スタッフ,フォードバークヘッカーを共同設立した。また、シーゲートテクノロジー等のニューヨーク証券取引所に上場している6企業、その他の3企業の取締役を務めた。シーゲートテクノロジーは世界最大のハードディスクドライブ製造会社である。 さらに、NASA、空軍システム軍団等のいくつかの政府系機関のアドバイザーとしても働いた。1980年の大統領選挙では、ロナルド・レーガンの防衛アドバイザーを務めた。NASA 評議会のシャトル・ミー・イル・ランデブー・タスクフォースや、ISS ・オペレーション・タスクフォースの議長も務めた。スタッフ,フォードは1974年のテレビ映画ヒューストン。 ウィーブがあったプロブレムでは自分自身の役を演じた。1996年のテレビ映画アポロ11ではトニー・カーリンが彼の役を演じた。1998年のフロム・ジ・アース人類月に立つではスティーブ・ホーフェンダールに演じられた。スタッフ・ホードはいくつかの名誉学位も受けている。その中には オクラホマシティ大学の名誉理学博士号、ウェスタンステート大学の名誉法学博士号、エマーソン大学の名誉情報学博士号、エンブリーリドル航空大学の名誉、航空工学博士号等があった。スタッフ,フォードは現在、オクラホマシティからフロリダ州に転居している。故郷のウェザーホールドでは、トーマス・ピース・スタッフォード空港に名付けられたり、 スタッフ,フォード航空宇宙博物館が建設されるなど大きく称えられている。イギリスのロックバンドニューモデルアーミーは1990年の5枚目のアルバムインペイユリティの中の曲スペースでスタッフ,フォードの詩を引用した。ありがとうございます。